さあボスを倒してから3日経った私ですけども、ビルディングしましたよ。この街ずっとビルディングできなかったからね、破壊されるのが怖くて頑張りましたよ。でまずここが憧れの人っていうどっかの洞窟で見つけた設計図だね。その通りに作ったんだけど、これ必要なものがえぐくてさ、めちゃめちゃもう必要なもの多くて苦労したわよ。でもね、これなんかお湯が緑になってていい感じよね。なんだっけ、癒しの憧れの人、めっちゃあの薬効ありそうだよね。よし、じゃあ次メインイベントですけども、ジェットコースター作りましたので見てくださいよ。行くわよ。え、多分ガーっていくから、いちいち建物の説明は間に合わないと思うので、まずは一旦見てもらって、こちら砂漠地帯、マグマハンドで、ガライアで、ラライさんがいたあの建物で、この上に登って、でガライアのハンドが投げてた雪玉で、ラライさんがいたとこ、あの魔物がいたとこで、上に登って、でここハートマークを突き抜けて、でぐるぐるぐるっと帰ってくる感じです。よし、一回ね見たから、じゃあ次はゆっくり行きましょう。はい、でここが砂漠ね。え、砂漠、砂漠ってかここのエリアね、拠点のエリアのあっちにいた、トロル、ドロ、トロ、あのでかいやつね、倒してもらえるのがこのキモい顔なのよ。だからここに設置して、でイカとねサボテンフルーツだっけに命を救われたから、やっぱここにねあがめて展示してるんだよね。でこう行ってサボテンフルーツだとかサボテンだとか、でこのクソデカサボテンね、まあ、実物よりは小さいんだけど、まあ十分ねでかいでしょう。やっぱ象徴するものだから。で看板設置して、で次のエリアが、これはあれかな、アネゴが捕らえられてたところ、あのあれもね石書、あの石書イメージで、でこれが魔物行ったところね。でそこに、まあ、このね骨もあったし、でそこに捕らえられてたであろうクソデカを倒すと、この火を吹く石像、マイベストフレンドがもらえるということですね。でマグマハンドが投げてた玉をイメージして丸作りたかったんだけど、丸の作り方が分からなくてちょっとね挫折してしまったということですね。でこうか、でこの辺で大砲作ったんだよね。だからこう2個展示して、落ちないようにね、落ちないようにね、こうか。でこちらがガライア、ガライアだっけ、初めて行った雪の土地ね。でこのパルプンテの草と、でこう薬草とか白い花とかが手に入るようになったんだよね、この辺で。いや薬草は元からあれだったけど、で木とかもね生えてて木に困らなくなったんだよね、この辺で。で登って、でこちらがあのラライさんがいた背の高い建物をイメージして作って、で中とかもほらあそこ本があったじゃない、だから本棚とか本とか置いた感じね。でこれの上が、こんな感じにあのなんだっけ、かがり火があったんだよ、まあ、ちょっと違うけど。で宝箱があったでしょっていう感じね。でこの土は大丈夫だよね、私に気づいてない。じゃあ一旦こっから塗るか。でここがあのガライアの、ガライ、ん、ほらあの
氷の手がいたじゃない。あれを、あれが投げてくる球をね、意識して作ったのよね。で、この辺になった時に、球の作り方、球、円丸の作り方っていう動画をちらっと拝見しまして、そちらを参考に作らせていただいたんですけど、いや、結構いいでしょ。頑張ったよ。あっちの、あっちからこれよ。成長したでしょ。で、次が、ラライさんの研究所って名前だったっけ？忘れたけど、あの、マシンパーツかなんかを取りに行ったら、盗まれてたってところね。で、宝箱と、メモと、うひゃひゃひゃって書いてあったメモと、で、ちょっと朽ちてる感、壁出して、で、雪があって、この花が咲いててね、痛えな、痛くないけど、っていう感じね。で、そこから進んで、マシンパーツを取り返しに行った、あの、ビッグブリッジをイメージして、作ったのがここ。大体こんな感じだったんだよね。で、2枚目の扉の先にいたギガンテスを倒して確かこの柱をもらったんだよ。で、ここに設置して、で、これが3枚目のゲートのところにいたギガンテスを倒すことによって手に入れたものね。って感じかな。で、こっから上にさらに登って、ここ。で、これがハート。やっぱ、姉子とラライさんってエターナルなわけよ。ラブなわけよ。ということで、ハートをね、作ってみたの。ちょっと細かいところが歪だけど、結構綺麗にハートなってると、当社費ですが、思うんですけど、いかがですか？姉子が、マイラ出身だから赤でしょ。で、ラライさんがガライア出身だから氷で作ったの。いや、いいと思うけどな。これね、このジェットコースター作るときに、結構ノープランだったんだけど、絶対作りたくて作った。いや、楽しかったよ。で、こっから、まあ、下って、帰ってくると。こんな感じですね。これ2、3日かかってんのよ。頑張ったよ。なお二度。そりゃ服も着てらんなくなるよな。途中でちょっと操作とかおぼつかなくなるぐらい。ほら、私普段ビルディングそんなにやらないから、不得意なのよ。で、ちなみになんだけど、やったことない人にはわかんないと思うけど、これね、線路がビーンってなってるけど、普通に引くだけじゃ線路は引けないんだよね。この下に必ず土がないといけないのよ。だから、この線路ね、全部土を一回設置してからの線路設置、そして土の除去というのをやったのよ。本当にやったことある人はわかると思うんだけど、非常に大変なんですね。これを除去するための足場をわざわざ作ったりだとか、すごいね、手間かかってんのよ。頑張ったよ。もうね、ここまでのものは一生作らないと思う。頑張った。ということで、じゃあ、そろそろ旅立ちなんですけど、皆様にお話を聞いて。やっぱ最初はガロンさんよね。ガロンさん。うん。ウニ丼、わしが最初に教えた。あ、違う、ベイバーさんだ、これ。あ、ごめん、ミスった。まあいいか。やっていたであろうな。ウニ丼、やってたの。でもここ、多分、やってたって言っといた方がいい流れだぞ。忘れたとは言わせぬぞ。いつも腹筋を意識しておけというあれだ。覚えてるよ。覚えてるけど、もうね、戦うことに必死だったの。ベイバーさんも割と初期面だからわかると思うけど、拠点戦エグかったでしょ。だからね、もう生きることに必死でした。次のステップとして、今度は筋肉への呼びかけ、語りかけをやってみると良い。そこまで来ると、筋肉の領域なんだよね。語りかける、ウニ丼、何語りかける？この、ジェットコースター作るの大変だったよってお話する？本当に大変だったんだから。
日どんな時も声に出して筋肉を励まし、筋肉の存在を意識するのだ。さあウニ丼、今日から、いや今から早速やってみろ。まあ、その教え、まあ、実行できるかどうかは保証できませんけど、次の土地までね、その知識を持ってきたいと思います。でガロンさんよ、ガロンさん、はい、いたいたいた、ガロンさん、ちょっと草がな、あ、やべ、土がある。だから土をね、回収するのもめんどくて、一応拠点内の落ちた土は全部回収したけど、外はね、放置よ放置。ウニ丼、ありがとな、姉子の支えになってくれて。支えになれてたかな。いや、発明という、開発とか発明という点に関しては支えになれてたと思うけど、自負してますけど、どうかな、心の方はな、踏ん切りというか前向きになれたかな、猫、いや後ろ向きだったというわけではないけど、見ろよ姉、あの姉子の晴れやかな顔、あんな姉子の顔を見たのは久しぶりだぜ。姉子いないけど、そっか、あ、そのダライさんのこと殺してしまったのは辛いと思うけど、その辛い思い出として思い出されるよりかは、楽しかった思い出とかを思い出してくれた方がダライさん的にはいいんじゃないのかなという妄想なんですけど。ウニ丼、お前は俺の誇りだ、でもって俺の一番の太刀だぜ。ガロンさん、ありがとう、ほんと最初からね、ずっと一緒にいてくれて、なんでその筋肉を持ってるのに戦わないんだってブーブー文句言ったこともあったけど、途中でね、一緒に戦ってくれるようになって、いや、ガロンさんも成長したよな、ウニ丼も筋肉的な面では成長したと思うけど、ガロンさん、なんやかんやガロンさんのこと好きだよ、ありがとうね。で次はギエラさんかな、ギエラさん、ここでいいかな、うん、ウニ丼、あなたよっぽど筋肉パフパフがしたいのね。あれ、いや、あの2、3日やってるから、ちょっと前回の記憶が曖昧なんですけども、あれか、お預けされてたか。どう、筋肉パフパフする、え、す、え、する、する、してもらえるの、するけど、ちょっと待って、ごめん、ちょ、一旦風呂、一旦、ちょ、うんよ、きれいにしよう、ちょっと、あの、ギエラさんに失礼があったらダメだから、これだけ、ちょ、一回、直火、直火、よし、いけるか、きれいになったか、よし、パフパフしてもらう、あ、でもちょっとここ場所が悪いかな、もうちょっと見やすいところ、お肉食うとるわ。ギエラさん、ギエラさん、外出てきてもらえます？ちょっと、ちょっと、ギエラさん、何作ってんのかな？あれ、桃かきのみ食べてた。ないよ、この土地に。ちょ、ギエラさん、ギエラさん、うん、ちょっと、他のメンツ行こっか。姉子最後にしよっかな。こんにちは。コルトね。いや、ここにして名前覚えてよ、ちゃんと。あの、ボルトだっけ？ウバイーツ的な。あれと同じだって覚えてよ。ふ、ひ、は。お、ウニ丼さん、どうです？僕の体。前よりも少し筋肉がついたと思いませんか？ん？ちょっとわかんないかな。なんだっけ、この、危ない。なんだっけ、これ。危ない水着だっけ？これ、あ、でもウニ丼着たやつじゃ嫌か。これ貸してあげるから、裸を見せていただければ、ジャッジできますけども。ベパーさんに筋力アップを相談したら、日々の暮らしで使える服を作ってくれたんです。
ペーパーさん、ウニ丼には服作ってくれなかったけど。見た目こそ同じですが、僕が着ている服は普通の服の5倍の重さがあります。え、何で作って、繊維、何の繊維、やば。ベイバーさん、そんな技術が終わりで。これでたくさんの筋肉がつけば、シェネリもきっと喜んでくれることでしょう。どうかな、筋肉だけの問題なのかな。ポルトさんに関してはちょっと思想が危ないからな。何回かこの拠点から出そっかってちょっと思ったくらいにして。大丈夫かな。え、キエラさん、いや、ちょっと溜まってる。みんなどうしてそこから出てこないの。じゃあ次、シェネリちゃん行くよ。シェネリちゃん、シェネリちゃん、あ、いたいたいた。こう、シェネリちゃんがね、図書ルーム欲しいって言ったんだよね。これだけ本がある知的な空間でこの格好って、ウニ丼やべえな。あー、ウニ丼さん、空がこんなにも美しかったなんて。いや、綺麗だよな。あ、そうだ、言うの忘れてた。ジェットコースターのスタート地点に、あれと同じものをイメージして作ったのよ。ウニ丼はあそこから始まってここに来たからね。ということで、まあ後で見せるか。どうですか、空は。この空の下でなら、マイラもガライアもいつの日か緑ある美しい地になりますね。なるけど、それを推進していくのはあなたたちよ。頼んだわよ、ウニ丼はこの土地からいなくなるんだからね。そんな日が来たら、たくさん家族を作って大きな町にみんなで暮らしたい。大きな町を作るのはあなたたちよ。お前たちの物語だよ。え、家族、誰と家族になるの。あ、ウニ丼さん、どこかに素敵な男性はいないでしょうか。自分どうすかね。今ちょっといかがわしい格好してるけど、普段はね、おしゃれな鎧とか着てたりするんですけど、自分どうすっかね。あ、でも、あ、ピ、あ、ダメだ、ウニ丼にはピリンが、やっぱりピリンなんだよな、嫁は。ごめん、ピリンがいるからシェネリちゃんの気持ちには応えられない。これギエラさんかな。あ、ちょっと小柄だな。そうだよな。ギエラさんがいない。姉子、ギエラさん、いや待って、夜になっちゃう。ギエラさんこっちかな。よくいるんね。やばい、ギエラさん、パフパフをください。姉子、ギエラさんいないんだけど。姉子は最後だから。え、ここかな。いや、ちょっと、夜になっちゃう。ギエラさん、あ、ギエラさん、お風呂か。あ、行った。パフパフお願いしていいですか。よし、ちょうどお風呂だね。ちょっと待って、あ、ガラス、あ、一応人いない、二人っきりだね。ニド、あなたよっぽど筋肉パフパフがしたいので、ね、したいです。どう、筋肉パフパフする、します。いいわ、それじゃあ目を閉じて。え、筋肉パフパフってどんな、え、何、あ、ダメよニド、焦ってはダメ。それじゃあ行くわよ。何、バフ、なんか音が、
濁音になってきたな。バフフバフバフバフフバフ、おら最後どうした。大丈夫、息できる。どう、気持ちよかったかしら。ウニだウニだ、どない、いや、どないやった。教えてくれギエラさんの筋肉、教えてくれ。あら、ウニだ、大丈夫、鼻から止めどなく血が流れてる。え、マジ、え、筋肉パフパフってそんな、して欲しかったらいつでも言いなさい。あ、うん、にどやった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 、やった、姉子、姉子、これで姉子に話しかけられるな。姉子、姉子、ちょっと姉子、なんかいい感じのところで話しかけたいけど、姉子、ミスった、ごめん姉子、アングルが、アングル悪い、ごめん。二度、私には分かってるよ。あんたの一番の目的はあの魔物の王、竜王を倒すことなんだろう。そっか、そういう話したことなかったっけ。ん、あんたなら必ずやれるさ。私はウニ度の力を信じているよ。ありがとう姉子。すごい、姉子もさ、ラライさんのこと思い出したりだとか、すごい辛いことたくさんあったけど頑張ってくれたよね、ありがとね。ちょっと、いや、耳元で話しかけられてる。このマイラには竜王を倒す力を秘めた王者の剣って剣の伝説があってね、エクスカリバー、今は剣、剣そのものもその作り方も全て失われてるらしいけど、そう、姉子ずっと震えとる。もし作り方が分かったら真っ先にあんたに教えに行くよ。未来で待ってる、未来で待ってる。あ、え、でもさ、次の土地、え、LINE 交換とかしたの、姉子と。大丈夫、連絡つく、電書場とっていう感じかな。みんなに話しかけたね。じゃあみんなと一緒に寝て旅に出るかな。みんなが来るのをここで待とうかな。あ、でも姉子の部屋個室にしちゃったな。ちょっと、よし、あ、ちょっと待って、姉子の寝床作るから、みんなで同じ部屋で寝よう。そうしよう。で、多分これベッド、粗末だな、粗末だけどみんなで寝よう。みんなが来るのを足は待とう。寝るね。姉、でも姉子寝るの遅いんだよな。一人で作業してる時にすっごい姉子最後まで起きてたんだよ。あれかな、やっぱ守護者的な自覚とかがあったりだとかなかったりだとか。あとは、あとどっち、姉子でしょ。みんな揃ってますね。あとは姉子ですよ。姉子、なんで開け閉めしてんの姉子。え、ちょっと拠点モンスター、姉子、姉子ハマってるわけではないよね。姉子、姉子、ちょっと一旦破壊するか。
アナゴハマってるかこれ。アナゴ、アナゴどうして出てこない？アナゴ見てるから、私が見てるから。え、アナゴが出てこない。え、夜開けちゃうんだけど、アナゴ。アナゴのベッドここに置いたよ。アナゴ？え？アナゴ？どうして？アナゴ、あの夜が明けちゃう。アナゴ、マジでハマってるな、アナゴ。ちょ、寝るわ。ちょ、待って、一回星空見ます。ちょっと、アングラ割り、ちょ、ま、夜が明ける前に寝るから。わあ、頑張ったね。じゃあ、姉子、もう姉子そこにいなさい。私、寝るから。おやすみ。この格好で寝てんのやばい。まあ、最近暑いからな。皆さんおはようございます。私ウニ丼は、あ、ちょ、私ウニ丼は旅に出ますが、私のことを忘れないでね、みんな。え、ちょっと、いや、姉子来てくんなかったからな。しゃあねえか。で、セーブして、姉子どうしてそこにはまっちゃったかな。セーブして旅に出る。あー、やっぱこれよな、やっぱこれだよな。あ、ちょっと待って、装備はこれがいいな。よし、じゃあ猫、あ、ここここここ、あそこの始まりの地をちょっとイメージして作りましたと。じゃあ行こっか。なんやかんや、ここもな、すごい苦労したけども。あ、あれ、なんで死んでんだ。誰か倒してくれたのかな。あー、すごい苦労した。本当に拠点戦がもう最悪オブ最悪で、まあ私の戦い方が悪かっただけなんだけど、もういつも一人にさせられてさ、辛かったんだから。こうかな。じゃあ大きい土地、大変だったけど行ってくるね。その光は次なる地へとあなたを運ぶ光の扉です。あ、ちょっと、あ、いや、すごい、わあ、やったな、あれは。あ、結構丸に見えるね、ほら、あの溶岩のあれと比べていい感じじゃない。頑張ったわよ。はい、この地で得た力も学んだことも新しく目覚める地では通用しないでしょう。もしひとたびその光の扉をくぐれば、あなたは全てを失うことになるのです。きちいよな。言うてさ、どんどん難易度上がるでしょ。ここより難易度上がるってさ、私今度こそダメなんじゃないかな。なんやかんや、ここはさ、一回も死なずに頑張ったよ。頑張れたけど、いよいよ次の土地では本当に死を覚悟して向かわなくてはなるまい。うん。そしてその扉が通じる先は、ルビスさん、ルビスさん、え、圏外ってこと？え、マジの圏外？ルビスさん、私の力も及ばぬ死の大地、ラダトーム。ラダトームはあれよね、お城があったところだよね、最初のあのドラクエ1の。え、あなたはその運命の地で
自らに課せられた使命を果たさなければなりません。ルーリスさん、私の力が及ばない土地って、どういうこと？マジでやってけんの私、マジ。あなたの役割もそこで終わりを迎えるでしょう。さあ光の渦の中に飛び込むのです。マジか。死の大地、リムルダールで誰かそのまともに生き物すら生きられないみたいな、激ヤバなんだよねみたいなこと言ってなかったっけ。ヤバ。生きていける？全ては精霊の導きのままに。そうは言いますけどね、導いた先にあなたいないんでしょ。マジかよ、マジかよ、ニドン。やってけるか私ら。やるしかないけど、やるしかないけど、あ、最後に、最後はやっぱりイカ焼きも思い出の味だよな。思い出の味だけど、ウニ丼に何を食べさせたいかって言ったら乙女ケーキだよな。最後の晩餐や、無事ね。よし、頑張った土地を見ながら行こうか。お疲れ様でした、頑張った。じゃあみんないてくるね、バイバイ。怖いな、マジで怖い、本当に。頑張るけど、頑張るけど、誰かな。ガローさん、いや、うっすらガロンさんか姉子かなと思ってたんだけど、正直ここでガロンさん来てくれるのマジで嬉しいな。おい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 、どういうことだよ、ニドン。なんだよ、うちまうのかよ。俺に何の挨拶もしねえでよ。挨拶したよ、一応。わあ、これまでその引き止めたいみたいなみんな態度だったけど、でも使命があるから、いておいでって、こう、背中を押してくれる人がほぼだったけど、ああ、やっぱガロンさんは、行かねえでくれってストレートに言うんだな。なお、でも行かねえでくれよ。これからは一緒に違うビルダーを目指そうぜ。って、こんなわがまま言っちゃ、姉子にぶん殴られちまうよな。姉子も殴んないよ。それでも、私らでやってくしかないんだよ。頑張ろうなって言ってくれるよ。お前は世界の闇を晴らさなきゃならねえ。ボディ的なビルダーなんて目指せねえよな。にしても、姉子も白状だよな。こんな時ぐらい顔出してくれてもいいのによ。なお、ニド、俺は知ってるぜ。お前、これからラダトームに行くんだろ？なんでしてんの？そこは全てが失われた死の大地、悪しき者が支配する灰色の世界だって噂だ。マジ？え？灰色の世界？え？ウニ丼、そんな場所に旅立つお前に俺から一つ渡したいものがある。なんだろう、桃柿の実でしょ、薬草でしょ、溶岩ステーキとか。ガロマさんといえばなんだろう。もし他のものを失ってもこれだけは何としても持っていってくれ。それじゃあ元気でな、無茶したりカッコつけたりするんじゃねえぞ。頼んだぜ、ウニド、お前の力でこの世界をアレフガルドを復活させてくれ。アレフガルドを復活せよってサブタイだもんね。やるわよ、ガロンさん。ガロンさん、ありがとう。楽しかった。いや、辛いことの方が多かったけど、でも最後は戦闘楽になって楽しかったよ。
うんうんうん、オッケーオッケー。いつものようにオッケーね。お、あ、これチャレンジだったんだ。あ、ええー。お、わ、やれたね。チャレンジ内容って知らないけど、その何日以内っていうのが1個目にあって、あとまあ4つか、ある感じだけど、その何日以外、何日以内にクリア以外は、なんとかね、クリアしたいなという目標で生活してますけども。うん。ここまで、やれてるね。うん。で、スコア見ようか。相変わらず、リザルト、他の地のリザルト詳細覚えてないんだけど、確かね、リムルダールは4万いってたんだよね。4万いかなかった。だか、でもスコアにならないところであのジェットコースター作ったから、頑張ったわよ。死亡回数ゼロと、クリア日数はどうだったかな？同じくらいか？どうだろう？忘れちゃったな。で、死亡回数ゼロ。うん。いや、ほんと死にそうになったけど、頑張った。覚えたレシピが120。クラフト回数。いや、これは多分多いんじゃないのかな？なんだかんだやったと。263か、どうかな。スコアだけは見たんだけど、他の詳細は見なかったな。頑張った。わーお。わーお。マジで灰色じゃん。あ、収書、ラダトーム編が解放されたと。なるほどね。ラダトーム地方、アレフガルドの中央に位置する地域。かつては国王と姫が住む王都があった。ドラクエ1のね、勇者の地元の隣だね。ああ、マジ？え？めちゃめちゃ死んでるし。大丈夫？怖っ。マイラガライア編、ね、いや、マイラガライア編で、ね、一気に難易度上がったような気がすんだよな。辛かったけど、辛かったけど、なんていうの、達成感はすごい。メルキド・リムルダールよりはるかに達成感がやばい。頑張った。ということで、次はラダトーム編になりますね。次の章でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。では、一旦さよなら。バイバイ。